ウラジミールグルビッチは、セルビアの男子バレーボール選手。ズレニャニン出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元セルビアモンテネグロ代表。父、ミロシュは1975年欧州選手権、銅メダリストの元ナショナルチーム代表のバレーボール選手。厳格な父の指導の下、弟ニコラグルビッチと共にバレーを学ぶ。1990年にユーゴスラビアリーグのムラド ザクレブに入団にシーズンプレーした後、1992年、国内の内戦を避けて、イタリアへ渡り、セリエ A のパドバへ移籍した。1996年、クーネオ在籍時に、主要なクラブチームの大会を制し、ユーゴスラビア代表として出場した。アトランタオリンピックで、銅メダルを獲得、2000年、ローマ在籍時には、 スクデット獲得とシドニーオリンピックで金メダル獲得に貢献し、同年欧州バレーボール連盟の最優秀選手に選ばれた。翌2001年欧州選手権では初優勝を飾った。2001から2002シーズンはオリンピックチャンピオンのエースとして V リーグの境ブレイザーズでプレーしたが、膝の故障により期待されたほどの活躍ができぬままシーズンを終えた。 セルビア・モンテネグロ代表で出場した2004年、アテネオリンピック後に代表引退を表明、2006年ワールドリーグで再び代表候補となり、同年世界選手権の出場を最後にナショナルチーム代表から退いた。本来は高い打点から放つ破壊力あふれるスパイクと強烈なジャンプサーブを武器としていたが、2001年の膝の手術以降、 ジャンプ力が低下してからは、積極的にフェイントや、フローターサーブなどを取り入れ、難攻と緩急を織り混ぜたベテランらしいうまさ、器用さを持ち味としたプレーを見せた。また攻撃面だけでなく、守備面のようとしても活躍した。ありがとうございます。